现在就被冬虫子吃掉了。本日はご来園いただきましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。園内のカラスには十分お気をつけください。行うようお願いいたします。園内のカラスには十分お気をつけください。レジ袋を手に下げますとカラスに狙われやすいのでできるだけカバンにおしまいください。外での食べ歩きは危険です。特に小さなお子様がいる場合はできるだけ屋内でお食事